匂いタちつぼすみれビオラアブトゥース様キノは、すみれ族の植物の一つ。立ちつぼすみれに似て、花弁の紫が色濃く、また花の中央が白い。常緑性の多年性草本。植物体全体に細かな毛がある。地下茎は短く、やや木質化する。茎は、花の時期より後に伸びて立ち上がり、束になって出て、 果実ができる頃には3 0トルに達する例もある。根室用は円身型で長さ2から3センチメートル基部は心形になる。柿の葉は質が柔らかくて先端は丸まって尖らず、円には鈍い巨子が並ぶ。地上に伸びる茎から出る葉はやや長くなって三角状況乱形で長さ2.5から4センチメートルになる。拓用は深く羽列し、 デッは幅が狭い。夏季は4から5月。春のまだ地上径が伸び出す前に、混出する葉の間から花茎が高く伸び出し、横向きからうつ向きに花をつける。伸びた茎の溶液からも花を出す。花は濃い格子色で、弁の基部近くが白いので、花全体では中心部が白く抜けたようになる。花弁は丸くて、長さ12から15ミリメートル、川弁は無毛で、 巨は長さ6から7ミリメートルで左右から扁平になっており幅が広い。花には香りがある。和名はこの香りがあることによっている。北海道西南部から九州までに分布する。山や丘で日当たりの良い草地によく見られる。また山腹なら紅葉樹林の下などにも出現し明るくて乾燥した環境を好む。禁煙種の立ちつぼすみれとは全体によく似ている。 この種は日本のスミーレ属で最も普通なものの一つで本種よりもこちらを見ることがはるかに多い。区別点としてはこの種では花弁がやや幅狭く、そのために花びらの間に隙間ができること、またこの種では花色は淡い紫で全体に色が乗るのに対し本種では濃厚脂色と色濃く、また花弁の基部が白く花全体としては 中心が白く抜けることが挙げられる。この花の特徴は他の種との区別点にもなる。また、長場立ちつぼすみれとは立ち上がる茎につく葉が細長くなる点で共通しており、花がない時期には本種と区別が難しいが、この種は植物体がほぼ無毛であること、葉の虚子が丸みのある生倉型にならないことで区別できる。植物体にほの毛があるのも、 判別のポイントとしては重要で、特に家計に多い。ただし海岸近くでは、無毛の個体を見ることがあり、逆に、立ちつぼすみれに、有毛のものが、地域によっては見られる。なお、立ちつぼすみれ類には、色が淡くて、香りのないものが多い中、本種は、花色が濃くて、香りがあり、この類では、最も華やかな種と言われる。本種の変種は、台湾に分布する。 以下のような品種名が与えられている変異がある。ただし、一般の図鑑には取り上げられていない。以下、種として、佐竹ほか、P251 巻の、P402 巻の、p 4 0二ただし巻きのは、かすかなとしている。橋本、P274 佐竹ほか、P251 巻の、P402 ハットイガリ、P76 巻の、p 4 0二ハットイガリ、p P76 いがり、P76 橋本、P274。ありがとうございます。